知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小座沖の皆さん、そして同時放送の FM 宜野湾、 FM 那覇沖の皆さん、明けましておめでとうございます。今年初泣きですね、知花園子のハピスマアフタヌーンをお届けいたしますけども、お元気でしたか皆さん。年末年始どう過ごされましたかね。沖縄だとどうしても親戚周りとかね、いろいろこう忙しい方多いかと思うんですけども、私の年末年始はですね、子供がこう風邪をひいてしまいまして、その看病をする年末年始となってしまいまして、この酒好きの、お酒大好きな知花園子が年末年始一滴も酒を飲まず過ごしたというね、珍しい正月になりました。確かね、その前の年は私がかなり腰をね、持病のヘルニアを痛めてしまい、その時もお酒を飲まずしてね、三が日過ごしたんですけども、まんまと2年連続やってしまいましたけども、子供の風邪もちょいちょいもらいながらね、のんびりと過ごしてしまった、そんなお正月ではございました。だからなんだろう、新しい年を迎えたっていう感覚はさほどなくてですね、なんだかちょっとこうぼんやりとしただるい感じの一週間をこう過ごしてたかなと思ってるんですけどもね。皆さんにおいてはですね、新年迎えていろいろ目標なども立てながらね、またこの一年頑張ろうなんて思ってるかもしれません。今日の後半のもしもしはもうそんな形でちょっと絡めながら考えてるので、皆さんぜひご参加いただきたいと思います。さあ今日1月の5日5日になりますね。1週目の金曜日ね、また気持ちもこう新たに頑張ろうかなと思うんですが、この番組始めて丸4年となり、足掛け5年目に入りました。なんだかね、この1月が来るとこうキュッと身が引き締まるのは、この番組がスタートしたっていうイメージもすごくありますのでね、だから今年もまた皆さんにね、たくさんのスポンサー情報とかね、耳寄り情報をお届けできるように頑張っていこうなと自分に言い聞かせているところでございますさあ早速ね、通常通り行きますけども、今日お天気からまず行きましょう。沖縄気象台発表によりますと、まず天気概況なんですが、沖縄地方は前線の影響で曇りや雨の天気となっていますと。朝すごかったですね。急に雨が降り、強風が吹き荒れ、ベランダの物干し竿がね、落ちちゃったぐらい風が吹いたんですよ。うちびっくりしてね。ただでも、ここ小座に向かう頃には雨も止み、風もさほど強くはなくなっていますけども、まだちょっと予断できないかなと思います。本島中南部地方の天気、雨となってますね。昼過ぎから曇りマークに変わっています。この後の降水確率は夕方6時まで 30%。夕方6時から深夜12時にかけては 20% ということです。日中の最高気温は22度。昨日散々夕方のニュースでね、明日かなり寒くなるよなんて言われてビビってたんですけどもね、そんなに寒くなかったですねただ風が北の風が強く吹いています。波の高さは 2.5 メートル後3メートルということです。沖縄本島地方では本日5日の夜の初め頃まで北西のち北の風が強く吹いてくるということですね。強風に十分注意してください。また沿岸の海域では明日6日夕方にかけて波が高い見込みとなっています。海上や海岸付近では高波に十分注意してくださいということですね。お正月休みはもうほとんど皆さん終わってお仕事なさってるかと思うんですけども、子供たちはまだね、沖縄市はそうでもないが、中学校今日からスタートなんて聞きましたけどもね、まだ学校がお休みのお子さんもいるかと思います。こういう悪天候の時はね、極力海には近づかないでくださいね。よろしくお願いします。
さあ、そして週末のお天気も見ていきましょう。今度土日月と3連休になりますね。月曜日は成人の日ということで、各市町村では成人式が行われると思います。気になるお天気なんですけども、まず明日6日土曜日です。曇り時々晴れということですね。最高気温20度ということですけども、降水確率は 20% 未満。まあ明日はなんとか晴れそうですよ。ただ7日と8日日曜日と月曜日なんですが、曇り一時雨の予報が出ています。降水確率がなんと 70%。 なぜかね、成人式の時って必ず天気が悪いイメージがなんかありますけど、皆さんいかがですかね。雨の中はね、あの晴れ着振り袖を着て大変だと思うんですけども、やはりとても大事なね式典でございますから、皆さん気合が入っているかと思います。まあね、懐かしい顔に会うとかね、そういう感じでね、ワクワクすると思うんですけども、雨に負けずに皆さんすごく綺麗な格好をしてね、成人の日祝ってください。まあ日曜日月曜日とも気温は大して変わりません。20度から21度ということになっていますね。この3連休どう過ごすかはあなた次第ではございますけどもね、できれば明日土曜日の晴れ間のうちにご用は済まされた方がいいかもしれません。以上、本日のお天気でございました。さあ、まだ若干風が治らなくてね、こう声が晴れないという感じはありますけども、頑張っていきますので皆さんよろしくお願いいたします、ね。で、まあ12月は5週目があったので、リスナープレゼントの発表は今日はなしということになりますけども、今週もゲストさん入っていますので、リスナープレゼントございますよ、期待していてください。さあ、そしてね、お年賀もたくさん、FM 局の方にいただきました。千葉のその子宛に送ってくださった皆さん、ありがとうございました。あのスタッフからちゃんといただきました。いついつ読ませていただきます、ありがとうございます。そしてね、ちょっと遅れたんですけども、リスナーのムネ先生聞いてるかな、クリスマスのね、メッセージカード送っていただいたようです。ありがとうございます。なんかね、ちょっと年末年始バタバタしてまして、読む機会がちょっとなくてですね、今日改めていただいたんですけども、素敵なメッセージカードをムーネー先生からいただきました。いつもね、ムーネー先生、手作りのメッセージカードを送ってくださるんですけども、今回はね、なんか既製品ですごくとても長い文章のお手紙が添えられていました。後でゆっくり読ませていただきます。なかなかね、ムーネ先生も今スタジオに顔出してくれないので会えないんですけどもね、まあ Facebook とかインスタとかね、彼の様子を見ていて、それなりに頑張ってるなぁと思いながらね、応援してますので、ムーネ先生、時間があるときにまた顔見せてください。お待ちしております。さあ、早速本日のオープニングナンバー参りましょう。松たか子の明日はどこから。
FM 小座昼ラジ千葉のその子のハピスマフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りいたします。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ、2018年一発目の放送頑張っていこうかなと思うんですけどもね。ツイキャスのコメントも紹介していきましょうね。ゲストがいるとどうしてもね、ツイキャスのコメント紹介できないんですけども。はい、まず、野の中の銀のホタルさん、こんにちは、その子さん。可愛いゲストさんということでありがとうございます。そしてこれはタイゴさんなのかな？おはー、え？おはーけおめーということで、造語すごいね。おはーけおめー。はい、ありがとうございます。初めてのコメントじゃないかなと思うんですけども。そしてイーサーさんね、安定のイーサーさん、明けましておめでとうございますということですね。はい、今年もよろしくお願いします。なかなかねツイキャスのコメント拾えない時もあるんですけどもね、今年は皆さんのご意見もね、ここも拾っていこうかなと思いますよ。もちろんメールもねたくさんお送りください。もういっぱい来てるけどね、ありがたいなと思うんですが。さあ、前半はいつものようにゲストのコーナーでいっぱいいろんな情報をお届けするんですが、後半のもしもしやもね、一発目何しようかなってすごい悩んだんですけどもね。さあ、一発目の今年のもしもしやも、もしも今年新しいことにチャレンジするなら何を始めますかっていこうかなと思いますね。というのも後でね、いろいろお話しようかなと思うんですけども、やっぱり新年に迎えるとね、皆さん何かしら目標を立てるかと思うんですよね。それがまあ去年に引き続きっていうのもあるかもしれないんだけども、必ず大体おおよその人がね、新しいことにチャレンジしようとするんですよね。なので皆さんからちょっとそのご意見聞きたいなと思っている千葉なでございます。っていうのもね、私なかなかね今新しく始める目標が見つからないのなので皆さんのご意見を参考にしたいなと思ってるんですけどもね、ぜひご回答お待ちしております。ツイキャスの方でも構いません。できればメールがいいですね。メールだとさ、自動的にリスナープレゼントにね、エントリーできますので、ぜひたくさんの方お送りください。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com となっています。よろしくお願いいたします。もちろんね、 FM 小座の、ホームページの、メールフォームから送っていただいても大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
さあ早速ね、年始め一発目のゲストはこの方です。明けましておめでとうございます。東南植物楽園の荒垣と申します。はい、荒垣さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、ね、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ昨年の12月からか東南さんが1週目に入ってね、はい、なんかドキドキしながら放送してるんですが、今日一人ぼっちね。そうなんです、ね、新年のご挨拶に外出していたり。ああ、そっか。そうなんです。なので今日は私一人で参加させていただきます、うん、大丈夫よ、はい、もう何回目3回目、そうですね、3回目でしょうかぐらいだよね、はい、なるからね。まあ、あの東南さんたくさん情報があるので、はい、あっという間30分なんか語り尽くしそうな感じはしますけどもね、はい、さあ年末年始いかがでした？東南植物楽園、はい、あのクリスマスイベントが12月の22日から25日の4日間開催したのですが、うん、たくさんのお客様にご来園していただきまして、はい、すごいクリスマスのイベントで盛り上がっていただいたり、うん、花火も1日2回上がってましたので、うん、もうすごい賑やかだった。賑やかなイベントになっていました。そうですね。でもやっぱりたくさん人が集まるっていうのはいいよね。はい、うん、嬉しいですね。なんだろう、あの景気づけになんか来年東南植物だけもっと素晴らしいことをやってくれそうな気がしますよね、はい、そうですね、うん、やっぱりクリスマスで初めていらっしゃったお客様もたくさんいたと思いますので、またこれからも東南植物楽園に足を運んでいただけるとすごい嬉しいなと思います、はいね、ぜひ今年もねよろしくお願いいたします、はい、まあ、そんな東南さん相変わらず光の散歩道大人気なようで。はい、うん、大人気です、ね、まずこちらから改めて紹介していきましょうか。はい、はい、光の散歩道は11月から開催しているのですが、うん、引き続き2月18日まで開催しております。はい、これね、もう沖縄の人だったら大体わかるんだよ。ありがとうございます。なんだろう、県内イルミネーションで検索すると絶対引っかかるからね、はい、ランキングとかがあってそこにも必ず入ってますからね、そういう ね、東南植物楽園さんの光の散歩道、はい、まあ、2月の18日日曜日まで開催しているということなんですけども、これがクリスマスすごい人気があって、また年末年始もね、はい、冬休み入った途端家族連れが多くあのお邪魔したようなんですけどもね、これあのなんだろう、テーマごとにこうエリアが分かれているのをちょっと前も紹介したんですけども、はい、改めて紹介していきましょうか。はい、うん、エントランスをくぐるとまず光のトンネルという青いトンネルが、うん、あの出てきますので、はい、そこの橋を渡っていただくと、うん、すぐ目の前にイザナイのツリーという大きなツリーが出てきます、はい、うん、そこでお写真を撮る方もすごい多いので、ぜひフォトスポットとしてもおすすめです。イザナイのツリー何メートルぐらいあるのかな。大体10メートルぐらいあります。でかいよね。すごい大きいです、ね、これさ、インスタ映えするよね。そうですね、インスタグラムを拝見してもこちらのお写真を撮られる方はすごいですね。ですよね。これだけ10メートルの電飾のさ、ツリーがあるというとね、やっぱりどうしても今携帯がもう写真も画質がすごくいいから皆さん撮りたがると思うんですけども、ガンガン撮っていただきたいなと。もちろん光のトンネルもね、はい、すごく幻想的で、そうですね、うん、もうすごいブルーが美しいので、ね、なんか光に囲まれてるイメージで撮れますよね、はい、うん、これもすごいいいなと思うんですが、さあイザナイのツリーを見ました、はい、次どこ行きましょうか、はい、その後は、ラブエリアにね、これなんか私一人だけドキドキワクワクするんですけどもね、カップルにはもってこいですよ、はい、見晴らしの丘という一番高い場所にラブエリアがあるので、うん、そこから東南植物楽園のイルミネーションを一望して、はい、このハートのオブジェがあるので、うん、そこでお写真を撮って、はい、ぜひインスタグラムなど投稿して、ね、愛を誓うのね、はい。ね、これさ、付き合いたての2人だったらもう盛り上がること間違いないよね。そうです ね、 なんだっけあの鍵、あ、そうですね、ラブラブキーロックという、うん、この鍵に2人の名前を書いて、はい、まあ、愛を誓うみたいな、ね、そう、これ別売りで売ってるんですよ。です、ね、はい、なんだろうね鍵、こうあの昔ながらのだよね。そうですね、南京錠ですね。そうそうそう、それ販売してるそうです。それに名前を書いてね、2人の愛を誓うと、はい、いや素敵な、なんだろう、もう愛のあふれる空間になってるのね、はい、そこがあるということです、はい、さあ続いて、はい、ラブエリアから、園内に降りていただいて、うん、まずセネガルヤシエリアに入っていただきます、はい、こちらは昔懐かしいイルミネーションのエリアになってるので、うん、
あ、来たことあるなっていう方にとっては、うん、あ、見たことあるなとか、うん、少しほっこりするような電飾がたくさん施されております。そう、なんかね、電飾ってやっぱ時代とともに変わってるっていうのが気づくかもね、はい、これ見ると ね、 そうですね、うん、だからあのおじいちゃんおばあちゃんとか私たちの世代だったら、うわ懐かしいって思う電飾がいっぱいあるということなんです。はい、まあ共存してるという感じですね。はい、そちらもちょっと写真はなんか子供と おじいちゃんおばあちゃんとね3世代で撮るのもいいかもしれませんね。はい、ここにある、馬車もすごいフォトスポットとしては、そうね、お客様がこれ乗れるの？そうなんです、乗って写真を撮るのが撮っていいの？はい、おすすめです。なのでクリスマスは行列ができるぐらい皆さん並んでお写真を撮っていました。うーん、夢があるわ。はい、さあそして、はい、そこから、ドリームボールという、球体のオブジェが現れてきます。はいはい、ここはですね、中に椅子が設置されていますので、例えば屋台で買ったフードを、え、ここで、あ、ですね、びっくりした、場所は、レストランの横になるんですけど、うん、屋台で買った食事だったり持ち込みしたお食事を、うん、例えばここで休憩しながら食べるのも、え、中でゆっくり食べていいの？はい、もちろん大丈夫です。あら、でなんか奪い合いになりそうな気もするけどね。うん、早い者勝ちということで、ね、このボールいくつぐらい並んでるのかしら？だいたい10個ぐらいあるかなと思います。あ、ほんと、はい、でもこの中で食事をするっていうのはまた普段の生活にないからね、光の中で。そうですね。うーん、面白い。休憩スペースとして座ってお写真撮ったり、ゆっくりしてお話しして過ごすのもおすすめなので。そうですね、はい、それぞれの過ごし方で楽しんでいただければと思います。はい、まあでもこのボールがさ、並んでるの遠くから撮ってもすごく綺麗ね。そうですね、すごい綺麗です。うん、すごいね、これなんか今、はい、あの私チラシをね、パンフレット見てるんですけども、すごいね、これはちょっと存在感ありますね。はい、うん、はい、続いてどんどん行きましょうか。はい、続きまして、うん、すみません、フライヤーにはないんですけど、すぐ横にツリーハウスという、うん、本物の木のツリーハウスがございますので。え、本当に作ったの？はい、木にツリーハウス、なんでしょう、この小屋を設置しているので、うん、そこも電飾ですごいキラキラして綺麗なので、なんかちょっとトムソーヤ的な。そうです、ね、世界、はい、あ、これは子供がちょっと秘密基地的な感覚で楽しめます ね、 すね、はい、意外と大人の方もね、子供心を忘れない大人たちが、はい、うーん、あ、それもあるんだ。そうですね、そこもすごい綺麗なので、この植物とイルミネーションのコラボレーションをここで楽しめるエリアになっています。はい、へー、さあそれからどんどんいきますよ。はいはい、それからレストランの下に光の絨毯という、うん、流れる川をイメージしたイルミネーションの敷き込みがありますので、うん、そこもですね、ぜひ、お写真を撮ったりとか、うん、ちょっと思い切って寝そべってみたりとか。え、いいの本当に？もちろん大丈夫です。これも結構広いエリアに、そうですね、電飾が敷き詰められてるって感じ。はい、はあ、これ寝っ転がって上から写真撮ったらまた面白い絵が撮れそうですね。そうですね、うん、またゆっくり、芝の上に座って、うん、またここでおしゃべりするのもおすすめですね。いいね、はい、うん、なんかのんびりできそうね。はい、はい、そしてなんか東南植物ならではのアジアンイルミネーション、はい、こちらも魅力的ね。はい、うん、こちらは、アジアをイメージしたイルミネーションのエリアになっていますので、提灯だったり、ね、和傘の装飾だったり、うん、少しアジアンチックな雰囲気を楽しめるエリアになっています。これよそないよ、東南オリジナルよね。はい、そうです ね、 ね、なんかどうしてもイルミネーションというと洋風なね、はい、こう飾り付けが多いんですけども、あえてアジアのイルミネーションも取り込んだって、ね、はい、これ面白いですね。はい、うん、この池の、あ、湖の中にハスをモチーフにしたオブジェがあるので、うんうん、そちらもぜひ注目していただければと思います。わかりました。はい、そしてちょっと私がいつも期待してるんですけども、あの菩薩像がね、はい、ちょっと予定が遅れてるということで、まだまだちょっと時間が、そうですね、まだまだ皆様にはお披露目はできていないのですが、うん、今年4月頃にはお披露目ができるかなと思いますので、ね、だから新年度あたりかな、はいね、年度始まりだいたい4月が多いので、観音菩薩像にね、新年度の
ご祈願をしに行くにはちょうどいいのかもしれませんね、はい、なので皆さんもうちょっとお待ちいただきたいなと思います、はい、前々からちょっとね12月の後半ぐらいかななんて話はしてたんですけども少しちょっと遅れてるということなんですね、まあ、それだけねあの安全面を配慮したりとかね建築の関係とかいろいろありますのでそれをしっかりとこう設計してるということなのでもうしばらくお待ちいただきたいなと思っています。これね、はい、30メートルのね菩薩像が来るんだもんね。はい、そうですね。すごいことになるね。はい、ほんと遠くからも目立つと思うよ。すごいよ。ね、こういうなんか盛りだくさんな、はい、まあ、イルミネーションのエリアもあるということなんですけども、はい、もちろんね、ディナーなどもいろいろ準備してるということではありますので、はい、これもちょっと紹介しますか。はい、うん、ディナーも、オーダーバイキング、もう一つ、プレミアペアディナーという、うん、カップル向けのディナー2種類ご用意しておりますので、はい、オーダーバイキングで、たくさんお食事を楽しみたいという方、うん、もしくはカップルでゆっくり、ディナーを楽しみたいという方、このそれぞれに合わせたプランをご用意しておりますので、うん、はいはい、お気軽にお問い合わせしていただければと思います、ね、これできればね、予約した方が、そうですね、大体週末、はい、埋まっちゃうからね、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、まず、料金なんですけども光の散歩道のみ、ね、見たいなという方はおいくらからでしょうか。はい、大人が1800円、高校生が1000円、うん、小中学生が500円、6歳未満無料になります。はい、ということですよ。でちょっとお得な前売りチケットなどもあると噂には聞いてたんですけども、はい、うん、はい、前売り券が、E プラス、ローチケ、コープアップレで販売しておりますので、うん、お越しになる際はコンビニもしくはコープの方でチェックしていただければと思います。だってコンビニあちこちあるからね。そうですね。東南植物楽園行く前に確実に遭遇すると思いますから、はい、そちらを使った方がお得ですからね、はい、はい、ご利用ください。また先ほど言ったディナーバイキングとかね、オーダーバイキングペアディナーがあるんですけども、これ入園込みだとディナーオーダーバイキングは、はい、はい、大人が4500円、うん、シニアが4000円、うん、中高生も4000円ですね、はい、小学生2300円、4歳から6歳が680円。そうなんですよ。ただね、ディナーのみを楽しみたい方、大人シニア3500円ということなので、はい、差し引きね、はい、入園料通常1800円するのが1000円で、はい、これを使うと入れると。そうですね、ね、かなりお得なプランになっている、はい、ということですね、はいはい、これご利用いただければ間違いなくお得に、はい、光の散歩道も楽しめるかと思います、はい、そしてペアディナーの料金の方が、はい、こちらが入園とディナー込みで大人お一人様5000円、うん、ペアですと1万円になります。はい、ペアで1万円、はい、ただディナーのみ使うとペアが9000円。そうですね、これまた安くなっちゃいますね。そうです、入園がね、はい、なのでぜひお食事の後は園内散策も楽しんでいただければと思いますので、うん、はい、はい、ぜひご利用いただきたいなと思います。2月の18日までやってるということなので、はい、またバレンタインとか大変だんですね。そうですね、バレンタインもぜひね、夫婦でもいいしカップルでもいいしね、素敵な時間過ごせそうな、そんな気がいたします。また寒くなると光って鮮やかに見えてくるんだよね、はい、ね、なのでこれからの季節もっともっとこう輝かしい東南植物楽園を楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、そしてね、東南植物楽園ランチディナーそれぞれやってて、ランチも1月からメニュー変わりますよね、はい、うん、先月までがは、おばんざい、琉球おばんざいですね、でしたよね、はい、今年1、2、3月変わりますね、はい、またね、はい、うん、こちらの1月からメニューもまた変わりまして、うん、内容はオリエンタルビュッフェという内容になるんですけども、うん、ぜひ園内の植物園の景色を楽しみながら、うん、ランチをお食事を楽しんでいただければと思います。そうなんですよ、なんか3ヶ月ごとにね、テーマが変わるので、はい、また1月スタート、これはね行ってみてください、はい、どんなメニューが出るか、私も行きますよ。お願いします。楽しみですね。やっぱりなんか普段なんだろう、自分の家で食べれないメニューがあるっていうのが外食の楽しみでね、はい、オリエンタルビュッフェ開催するということなので、ご期待いただきたいと思います、はい、さあ、そしてまたちょっとね、女性や60歳以上にお得な特典があるということなんですけども、これも紹介しましょうか、はい、うん、毎週月曜日と水曜日はレディースデーを開催しております、はい、通常1800円のランチが1650円、うん、はい、はい、
また毎週木曜日は60歳以上のシニアデーを開催しておりまして、うん、こちらも1800円を1650円でお食事を提供しております。ありがとうございます。女性は嬉しいね、はい、女に生まれてよかったと思う、はい、ので女子会だったりね、はい、どうしても女性ってさ外にご飯食べに行く率高いですよね、男性よりはね、で、はい、で美味しいものを探し歩く天才かもしれないね、女の人ってね。そうですね、うん、なので女性は月曜日と水曜日がお得になりますので、ぜひねあのランチお友達とお出かけになってみてはいかがでしょうか。これは予約がなくても大丈夫？はい、そうですね、予約なしでも入れるのですが、うん、やはりお客様のこちらの団体様のご利用だったり、うん、貸し切りの日程もございますので、うん、はい、できる限り一度お電話してお問い合わせしていただいて、お席の準備をいたしますので、はい、はい、ね、こちらの、東南植物楽園までお問い合わせしていただければと思います。はい、じゃあお問い合わせ先いただきましょう。はい、電話番号が、098-939-2555、レストラン直通が098-983-4188。こちらの料金もご案内いたしますね。はい、はい、こちらが大人が通常1800円、小学生7歳から12歳が1000円、幼児のお子様が600円になります。はい、よろしくお願いします。盛りだくさんだね、本当にね、はい、なんだかねやっぱりこう美味しいものとか綺麗なものを見るっていうのはねいいよね。はい、普段お仕事とか学校とかで頑張ってるご褒美になりますからね。ぜひ皆さん、すぐそこなんですよ、東南植物楽園ね。そうです、沖縄市千葉な住所はね、はい、あるんですけども、まあ、倉敷ダムの近くと思っていただければ皆さんすぐ分かるかと思いますので、お出かけいただきたいなと思います。はい、まあ、そんな東南植物楽園なんですけども、お出かけしたい理由がもう一つ増えちゃったかも。はい、可愛いのがいるね。そうなんです、私も会いに行きたいかも。会いに行きたい人がいる。人じゃない人ではない。今年は何年？今年は犬年になっておりますね。ということでこんな可愛い方が登場しているということなんですが、はい、じゃあちょっとお見せしてきますか ね、あのインターネット動画をご覧の方、ちょっと遠いかもしれないけど、すみません、遠いんですけど、うん、かわいい。犬年の2018年1月1日から柴犬のマチコがデビューいたしました。いい、これは可愛いの。あのさ、犬ってやっぱ個性的な顔がそれぞれやっぱみんな違うんですよ。はい、マチコデビューしたということなんです。私も今日ね、あの荒垣さんがもらってびっくりしたんですけど、すっごい可愛いワンちゃんが、そうなんです、看板犬に就任したということで、はい、おめでとうマチコありがとうございます、ね、なんでマチコなの？名前の由来がございまして、はい、実はあの、ま、君の名はという映画があるんですけど、はい、これが最近のやつ、最近のではなくて60年前に公開された君の名はのヒロインマチコに由来しております。面白いよね。なんか君の名はもう あの映画が話題のはずなんですけど、それに引っ掛けて60年前の君の名 あのマチコ巻きとか流行らせた女優さんのマチコから来てるということなんですよ。はい、面白い。誰がつけたの？こちらはですね、東南植物楽園の社長の愛犬でございまして、はい、そうなの、はい、こんな可愛いワンちゃん飼ってたんだ。そうなんですね。今おいくつぐらい？2016年6月に生まれた女の子なので、だいたい1歳半ぐらいですかね。うわ、一番可愛い時だね、はい、これ1日にデビューしたということなんですが、はい、お正月たくさんの方がご来場いただいてますよね、はい、どうでした人気ぶり？もう大人気でちょっとマチコも、初日は少し緊張したかなとは思うんですけども、うん、まあ、ちょっとだんだん慣れてきて、うん、すごいあの笑顔でお客様をお出迎え出しました。はい、本当にこの子可愛い顔してんの、ね、柴犬らしくね、はいはい、まあ、全体的に体毛は黒がベースなんですけども、表情がねまるで4つの目があるかのごとくね、はい、眉毛みたいなね、そうなんです、斑点が目の上にあるんですよ、はい、柴犬ならではか、これそうです ね、はい、うん、すごいね愛らしい顔してるんです。そうなんです。これ動物好きにはたまんないですね、はい、すごい癒されると思います。うん、これね、あのお写真今いくつか見させていただいてるんですけども、可愛いだけじゃないんだよね。はい、ゲームも少しできるんだってね。ゲームできるんです。はい、ちゃんとトレーニングを積んだマチコは、ゲーができるので、うん、まあ、お手とかお座りはもちろんなんですけど、はい、まあ、その
マチコのトレーナーの方の指示に従って、うん、例えばあの足の下の股をくぐる股くぐりだったり、そういった簡単な芸ができるので、ぜひ見かけた時は声をかけてください。これ園内広いじゃないですか、はい、どのあたりに行けば会えるの？はい、そうですね、ちょっと園内のタコノキステーションというエリアがあるんですけども、はい、あのこういうやつ、体験プログラムができる、うん、場所なんですけども、はい、そこの横にマチコの、まあ、部屋といいますか、住みかといいますかマチコの部屋、なんか徹子の部屋みたいだねあそこにいるんだ。そうですね、タコノキステーションの横、はい、横に、うん、まあ、どうしても会いたい場合はスタッフに ね、 そうですね、あの園内にスタッフ何人かいらっしゃいますので、マチコに会いに来たよって言えば案内してもらえると思います、はい、この子は会っとかないとちょっとね、縁起物ですからね。そうです、縁起物でねえ、はい、ましてやこんだけ可愛いとさ、人気者になっちゃう。これインスタとかでさ、あげると人気者になるよ。早速あげてみたいと思いますね、はい、この子がいよいよ今年2018年話題を持っていくかもしれない、はい、マチコちゃんが登場したということなので、まあ、犬好きの方はもちろん動物好きな方、特に小さいお子さんにね、はい、触れ合ってほしいですね。そうですね、うん、ちょっと犬が苦手だったりとか、動物、うん、ちょっと苦手かもって思ってても、あのちゃんとトレーナーが横についてるので、ね、正しい触れ合い方を教えてくれるので、うん、ちょっと犬が怖いなっていうお子さんでも、うん、優しく触れることができると思います。かわいいよこの写真、本当に。これホームページとかにももういる？ちょっとまだホームページはこれからなんですけど、Facebook はすでにお写真が上がってる、上がってるので、皆さん Facebook やってるんだったら東南植物楽園でちょっと検索してみてください。ぜひお願いいたします。もうなんかね、私あの猫派なんですよ、はい、でも動物好きなの、犬ももちろん好きなんだけど、この子可愛い表情してるんですよ。そうなんです、可愛い。これ生で見たいね。はい、ぜひ、うん、ぜひ皆さんお出かけになってみてください。これ後で私あのパンフレットあげますね、 Facebook とかインスタとかにもあげちゃう。ありがとうございます。本当に可愛い。これだけで1時間ぐらい喋れそうな気もするんですけどもね、まあいろいろこういう情報が盛りだくさんでございます。東南植物楽園、今年もぜひねよろしくお願いいたします。さあ今日はね、東南植物楽園がゲストに入ったということなので、リスナープレゼントをお知らせします。今週はですね、東南植物楽園のレストランピースのペアランチ券2組ご用意しております、はい、ねえ、これ先ほど紹介したなんだオリエンタルビュッフェが楽しめるわけですよ、はい、ね、それもペアでございます。通常大人の方1800円、はい、するんですよ。なのでかなりお得な、ね、リスナープレゼントいただいております。ご希望の方は必ずメールで送ってください。メールじゃないとダメですよ。もちろんあの来ていただいてね、あのスタジオに来ていただいて紙にねご住所とかお名前書いていただいてもできるんですけども、今の世の中メール皆さん使ってるからねぜひメールでお送りください。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com となっています。件名にひるらじリスナープレゼント、本文にはお名前とご連絡先を必ず書いてください。また番組へのご感想ね、東南植物楽園行った感想なども添えていただくとすごく嬉しいなと思います。ね、締め切り今週いっぱいですね。たくさんのご応募お待ちしております。当選者は来週のこの時間、昼ラジ内で発表いたしますので、来週もぜひ聞いていただきたいなと思います。そして当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、もしくは着払いで郵送も可能とさせていただきますので、それでも大丈夫という方はぜひたくさんご応募いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでね、東南植物学お知らせいっぱいあるね。はい。30分経過しちゃった。あっという間ですね。あっという間だよね。もう本当に盛りだくさんですからね、ぜひ皆さん東南植物楽園ご利用いただきたいと思います。さあ一旦 CM を挟んで、後半もしもしやもね、新しいことにチャレンジするならお時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ最後まで残っていただきましょう。皆さんからのメールたくさん来てるので紹介していきたいと思います。今日5日ですね。
知花園子のハピスマアフタヌーン。さあお送りしております知花園子のハピスマアフタヌーンですけどもね、後半もしもしはも行きたいなと思うんですが、その前にツイキャスコメント、野の中の銀のホタルさん、はあ、よく言うな待ちこまき、その子さんの青春時代の映画っておいおい知らないよ太鼓さん、純粋に可愛いなと、何が可愛いんだろうね、え、何のことでしょうかありがとうございます。さあメールもね、わんさかわんさか来てるのを紹介していきましょうね。まず朝一番に送ってくれたんだねその子さん、皆さん明けましておめでとうございます。森の都仙台からチーム独身金太子です。今年もよろしくお願いいたします。もしも新しいことをするならラジオパーソナリティをしてみたいと、深夜番組で軽くお酒を飲みながら毒舌風に世の中を切る的な番組のパーソナリティやってみたいなと。そんなわけで今年もデリシャスベロリンチョな番組頑張ってくださいと、ありがとうございます。ラジオパーソナリティね、いいんじゃないね、仙台にもコミュニティ放送局あるかと思うからチャレンジしてみてよ。そして私聞くよメールするよ楽しみですね、はい。そしてこれは安倍門さんです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年も楽しい番組お願いしますねと。もしも今年新しいことをするなら、私は運動やピアノをやりたいと思っていますよと。時間を作ってやってみたい。なぜなら興味があまりないので、今までやっていたことをまた、え、あまり興味がないので今までやってきたことをまた始めてみようかと考えています。続くかどうかはさておきと。あ、運動とピアノ、うん、興味なかったんだ、やりましょう、やっていきましょうね。今年もいろんな情報を発信してください。きっと良い年ですよ、お互いにねと。もちろんプレゼントよろしくお願いしますと。ありがとうございます安倍門さんね、今年もよろしくお願いします。新年になりました、明けましておめでとうございます。あ、銀のトロンボーさんですねこんにちは、以上って、こらこら以上って言いながら追伸が来てた気がするんですけどもね、これだ、はい。こんにちは、その子さん、荒垣さん、もしもしやも、今年始めたいこと、今年の目標もゆっくりじっくり考えて、クリスマス過ぎたあたりに決めようかなって、え終わっちゃうよそれでいいのかね、残り6日ぐらいしかないときに新しいこと始めるってか、すごいねそれもねそういうのもありなのかな、はい、ありがとうございます。さあそしてこれはインサーさんです。その他ゲスト様、新年明けましておめでとうございます。これからも素敵な番組、リスナープレゼントを期待してますと。もしもしやもですが、年末の忘年会で沖縄料理屋さん、ライブをやってる沖縄料理屋さんに行って三線を弾けたらなって思いました。ほう、いつか弾けるようになりたいですと。なかなか聞けていませんが、本年もよろしくお願いします。リストのプレゼントも応募するよということで。三振ね、楽器、はあ、楽器できる人って私尊敬するんだよね。できる荒垣さん、
できないです、ね、あら首をかしげましたね私ギターが家にあるんだけどね触ってポロンって終わりましたけどさあそしてマシュマロおじさん今年もメールありがとうそのたんこんにちはそして明けましておめでとうマシュマロスターマシュマロおじです今年もどうかよろしくお願いしますそんな今年最初の放送いかがお過ごしですか今日のもしもしアモアもしも今年新しいことをするなら何を始めるとにかく日記をつけるですお素晴らしい今日何があったのかだったりいろんなことを書き記したくなったりするからですとそれでは今年最初の生放送頑張ってくださいそれから東南植物園のリスナープレゼントもよろしくお願いしますということですねありがとうございますそうか日記という手がありますねありますねうーんなんかほらスケジュール管理はできるんだけど、はい、思いの丈をね今日の思ったこととかを書くのってあんまないねなかなかできないですね大人になってさこう省くものって決まってきたね、はい、時間がないから、ね、あこれはいいやとかね日記ねあそれ私も便乗しようかな私も何かやりたいなと思うんですけどなぜか新しくやりたいことが今年はやっぱりね正月だったから見つからなくてねぼんやりしてるっていうのもあるんですけどもマシュマロおじさん一緒にやろうあ交換日記しようか交換日記とか懐かしいかも懐かしいですね学生時代ね小学生の頃やってましたやったやっぱりやった、はい、女の子同士でねそうです流行りましたもんね、はい、あれね日記ねちょっと私もそれをやろうかなじゃあ今日からやりますマシュマロおじさんもやりましょうね一緒にねありがとうございますさあそんな荒垣さんはい何やる新しいことですね、うん、ちょっと考えたんですけど、うん、一人〇〇みたいなお例えば一人焼肉とかやったことない私もないですできるか分かんないですけど一人焼肉はねまだ勇気がないないですよ一人ランチは平気一人ランチはできます一人カラオケはできますおあと何があるの一人ちょっと一人旅とかあー一人旅ねあーいいかもね一人旅はいうんちょっと一人で旅行は行ったことないんですけどうん、まあ、ちょっと一人で海外に進出海外怖くないあ怖いですか英語ペラペラだったら行っちゃうけどねそうなんですよちょっとハードル高いですかねなんかさ海外でトラブルがあった時ほら帰りの飛行機が乗れなくなったとかさそういう時怖くない怖いですねなんかそう考えたらできなくなってあごめんごめんやってきてそしてどうだったか報告をするって無事帰ってこれればまあでもあれだねまずは近場日本語が通じる海外とかはいそのあたりいいかもしれませんねまだ県外からですかねうんうん県外はいそうね県外よく行くんだよね私一人旅って言っても結局さ誰かにまた会うんだよあ合流してしまいますもんねなんか そこにいる友達が年末か東京行った時もね向こうの親戚に一切声をかけずして出かけたんですけどフェイスブックにあげたらバレちゃってねどこどこで落ち合いましょうなんていう結果になってしまって、はい、どうしてもねフェイスブックとかにあげたくないんだよね、はい、美味しいもの食べたりとかするとねそうなってくるとバレちゃうんですよまあでも一人旅もいいですね、はい、一人まるまるかあ焼肉行ったことないね私もないんですけどうんできるかななんか一人焼肉って女の人がやるとすごいなと思うねはいでも世の中いっぱいいるんだよねそれやってる人 ね、 そうですね沖縄にはないんですけど内地とか、うん、あの県外には一人焼肉何か何ですかこのか選挙のあなんかこうボードに一人用のねエリアがちゃんと作られてこのそこにね、はい、焼肉のこのプレートじゃなくてこの網があってね、はい、とかっていうのはあるんですけどたまに見るのがアベックシートみたいなのは見るんですよ、うん、そこ一人でだったらいけるのかな焼肉ですか焼肉で、あ、そうなんです、うん、あのペア用のねこう壁カウンターみたいになっててそこで一回食べたことあるんですけどあの連れがいてねでもここで一人で食べるっていうのはやっぱり勇気いるかな、うん、そっか一人まるまるそこに行くとは思わなかったねうーんそれ以外なんかあります一人それ以外ですか一人以外、うん、新しいこと新しいことですか、うん、そうですちょっと現実的な話になるとやっぱり、スポーツとか体を動かすとかああでもそれもあるねそうですちょっと毎年目標には立ててるんですけどなかなか実行にできてない、うん、やっぱ仕事優先になっちゃうんだよねそうですね
ぱり仕事で疲れてるからって言い訳しちゃうんだよね、はい、そう実は私もあの去年の暮れぐらいにあの地元の近くでこうスタジオができててあのエクササイズのねそれを行こうと思ったらインフルエンザにかかってしまってで今年行こうかななんて思ったらまた家にねチラシが入ってたんですよ。これは行けということなのかとか思いながらねそれもいいかもね新しくジャザサイズをねやるっていうのもいいかもしれませんね。なんだかこのやっぱり新年でこう決めたこと去年は何だったかな去年は禁煙するとかねそういうことやってたんですけどもね、はいうん、もまんまと崩れ去っていくっていうねあとダイエットを今年はテーマにはしてるんですけど新しいことではないんですよね。そうなんです毎年いや荒垣さんいらないでしょ。いや運動とかは毎年掲げてあります。掲げてるなのになぜか持ち越しちゃうっていうね。そうなんです。これが大人の事情ってやつかしら、はい、難しいですけどもね、はい、やっぱりこうあね、あの一人旅は好きって太吾さんが言ってますけども一人旅は基本的に嫌いではないですね、うん、だってあのなんだろう自分のペースで行けるからね。あと一人買い物とか楽よね、うん、買い物は一人の方が逆にやりやすいですね。なんかほらあの友達同士でウィンドウショッピングとかっていうのは無理。あ見る分は楽しいんですけどやっぱりお買い物になると相手の、うんうんペースを考えてしまうかなと、ね、そうなんですよね、はい、だから一人まるまるっていうのもちょっとまた何かやったら教えて、はい、何かこれやったんです千葉さんみたいなのがあったら教えてほしいなと思うんですけども一人盗難植物楽園とかねあどうしよう毎日いるんですけど毎日いるって毎日でも忙しいからね一人でゆっくりってわけじゃないもんね、はい、でも一人盗難ピースランチとかあちょっと優雅かもね。優雅でも他のスタッフがこう一緒に合流してきそうな予感はしますけどするんだそういう感じですよね。結局あのなんだろうやっぱこう人とのつながりが派生してくるんですよねどうしてもお仕事してるとね。でもなんだろうそういう風に囲まれてるのもちょっと幸せですよね、はいうん、まあ皆さんいろいろ新しいことやるとねメッセージなんかまだまだメールが来るんですけどもこれ誰だ、うん、あはい3人のママきなちさんも来てますね。温泉旅行行ってみたいといいですね、うん、やってみようと思うことね。温泉ね沖縄はまあ数が少ないから、はい、あの県外かなぜひ出かけてみてください。さあということであっという間となりましたが今年1年また新たにスタートいたしました東南植物楽園もね毎週、第1週目の金曜日にこうやってお知らせたくさんあのお送りしますのでぜひね東南植物楽園も地元だからこそ使っていただきたいなと思います。いろんなイベントとかもやってますけどもあのレストラン貸し切り等とかもね対応できるということなので、はい、何かねこうレストランウェディングやりたいとか何かお祝いとか式典とか使いたいなとかいう場合はまたご相談いただいてねぜひ東南植物楽園使っていただきたいなと思います、はい、さあ荒垣さん一発目出ていかがでしたか。はい、はい新年一発目ということでちょっと少しまた緊張はしたんですけど先月よりはリラックスしてお話できたかなと思います、ね、一人でよく頑張った、はい、って思いますけどまた来月もね、はい、よろしくお願いいたします。改めて今日の、ゲストはこの方でした。はい東南植物楽園から荒垣です。はいありがとうございました。さあお送りしてきました FM 小座昼ラジ千葉なその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供ほか各社の協力でお送りしてまいりました。また1年ね楽しく元気に、うん、アットホームにお届けしていきたいなと思いますのでリスナーの皆さんもぜひ番組ご参加いただきたいと思います。それでは千葉のそのことはまた来週お会いしたいと思います。チャオチャオありがとう